ハローボンジュールアニョハセヨ、ワンピーストレジャークルーズを遊んでいただいている皆様、はじめまして、こんにちは。私、ワンピーストレジャークルーズのプロデューサーになりましたヨシと申します。よろしくお願いいたします。実はですね、7月にプロデューサーレターという形で一度ご挨拶をさせていただいたのですが、お気づきの方いらっしゃいますかね。いやー、コメントだったりだとか励ましのお言葉だったりとか、いや本当にたくさんいただきました。ありがとうございました。密かにこうすごい喜んでおりました。今回こうしてですね、動画という形で皆様とお会いできることができてめちゃくちゃ喜んでおります。さてですね、今日皆様にお伝えしたいことたくさんあるんですけれども、まずはトルクルをプレイしていただいている、支えていただいているユーザーの皆様にこの場を借りて、お礼を申し上げたいと思います。皆様のおかげでですね、トルクルは5年間も続くロングランタイトルとなりました。いつもプレイいただいて本当にありがとうございます。運営側としてですね、もっと良いゲームにできないかというところで日々励んではおるのですが、まだまだ改善できるポイントいっぱいあると思っております。去年ですね、トレクルとして初めて、僕たち運営チームが皆さんと直接お会いする、お話しするイベントがあったんですけれども、ソファーに座ってですね、トレクルについてこう熱く語り合う、そんな瞬間があった、とても楽しかったというような話を聞いております。いやー、とても参加したかったですね。改めてですね、そこでいろんな声を聞いたりですね、何よりも思ったのが、いや、やっぱ長く愛されるゲームっていうのは、お客様、ユーザーの皆様と一緒に作り上げていくものだなと非常に実感しました。本当に思いました。今後はですね、こういった動画を通じてですね、皆様と積極的にコミュニケーションを取っていって、皆様と一緒にトリクルを良くしていきたいというふうに思ってますので、これからもよろしくお願いできればと思います。はい、ということでですね、今回皆様に持ってきた新しいゲーム最新情報、今回お伝えできればと思っております。まずはですね、バージョン 10.0 のアップデート情報からお伝えしたいと思います。まずは一つ目、こちらになります。ドン、海賊祭というついにファン待望のライバルと競い合える機能が実装されます。こちら予選を勝ち抜いたユーザーのみ決勝ラウンドに進めるものとなっておりまして、予選は3種類ございます。これそれぞれ3種類特性があるので、自分の海賊団に合ったものが選べるといったものになっておるのですが、ちょっと分かりづらいかなと思うので、今回ゲーム動画お持ちしておりますので、こちらご覧いただければと思います。どうぞ。こんな感じバトル画面になるのですが、最大8人仲間を編成して戦うことができます。もちろん8人の枠全部を使うのもありですし、コストを考えて厳選したメンバーだけでバトルに挑むということもできます。こちら自動でバトルが進んでいくので、難しい操作は一切必要ありませんが、選ぶキャラクターが非常に大事になってきます。はい、実はですね、今回のアップデートから一部のキャラクターはですね、この海賊祭特有のキャラタイプスタイルというものを持つようになります。スタイルに応じた必殺技や能力を持ったキャラクターもおりますので、この特別な能力を持つキャラクターをどう生かすかというのが勝利への鍵となっております。相手に勝つ、もしくは一定時間が過ぎるとバトルが終了となります。他のユーザーの海賊団と腕を競い合って豪華な報酬を目指していただければと思います。続いて紹介するのが最終島となっております。様々な施設から虹の宝石だったりベリーだったり強化素材を獲得できるようなものになっています。こちらの最終島の施設は海賊祭のシングルマッチだったりライバルマッチを勝ち抜くことでどんどん広げていける、拡張することができるので、この海賊祭期間中にしっかりと活用していきたいですね。最後に注目していただきたいアップデートが属性超過というものになります。こちらはキャラクター自身の属性をバトル中に超属性というものに変化できます。超属性になるとですね、有利属性のダメージが 2.5 倍になります。
パーティー内の同じ属性のキャラクターも超属性にすることができるので、自分のパーティー全部、力属性とか即属性とかにすることによってパーティー全体の底上げが、力の底上げができるので、この編成考えることがとても重要になってきます。はい、といったような機能が実装されます。今回紹介したバージョン 10.0 のリリースは英語版、フランス語版、韓国語版、すべて9月下旬頃を予定しております。いや、もうすぐですね。はい、いかがでしょうか。紹介した機能以外にも皆様にご要望いただいていた内容をたくさん盛り込んだアップデートとなっておりますので、楽しみにしていただければと思います。続いてのニュースはですね、皆様ご存知のコミュニティリーダーニックも僕も皆様にお伝えしたいお伝えしたいとなっていた最新の情報でございます。なんとですね、日本ではまだ登場していない英語版、フランス語版、韓国語版の先行のキャラクターとなっております。こちらがですね、近々では仲間探しに登場する予定でございます。よいしょ。そんな英語、フランス語、韓国語の先行キャラクターがこちらとなっております。どうぞ。ということでですね、今回の先行キャラクターは赤犬となっております。さすが演出めちゃめちゃかっこよくってきております。キャラクターイラストもこんな感じになってるんですけども、どうですか、めちゃめちゃかっこいいでしょう。こちらの杯なんですけれども、力属性のキャラクターとなっております。まずは戦長効果についてです。力、技、即属性のキャラクターのみの編成だと1味の体力を 1.5 倍、攻撃が4倍、スロットが一致していると 4.5 倍、さらに画像にあるようにですね、特定のスロットを有利扱いにすることができます。いやー、体力と攻撃どちらも倍率が高いキャラクターってこれまでいなかったのでですね、さまざまなクエストで活躍するのではないでしょうか。次に必殺技を紹介します。敵全体の HP バーにかかっているすべてのバリアを3ターン減らし、1ターンの間敵全体の防御力をゼロにします。さらに力、技、即属性の攻撃を 2.25 倍、1ターンの間防御力ダウン中の敵に与えるダメージを 1.75 倍にすることができます。いやー、このキャラ一体ですね、攻撃アップだけではなくて防御ダウン中の敵に対しての攻撃アップまで行えるので、一人で完結した非常に使いやすいキャラクターになっているかと思います。さらにさらに海賊祭でも活躍いたします。スタイルは攻撃型で、必殺技と能力はこのようになっております。まだ海賊祭が始まっていないのでちょっと分かりづらいかと思いますが、ぜひ仲間に入れてどう活躍するか自分の目でお確かめいただければと思います。こちらの赤犬なんですけれども、バージョン 10.0 のアップデートとともに登場いたしますので、楽しみにしていただければと思います。ということでですね、ここまでたくさんのイベントを紹介してきたんですけれども、まだまだ紹介できていないものあります。キャンペーンの詳細はですね、今後公式 SNS であったりだとかゲーム内でお伝えしていきますので、引き続きチェックをお願いできればと思います。公式アカウントの URL は概要欄にございますので、ご確認いただければと思います。はい、以上キャンペーン告知でございました。ということで、今回の動画これで本当に最後になるのですが、最後にですね、皆様とこうして動画という形ではありますがお会いできた記念として、今回ユーザーの皆様に虹の宝石を30個プレゼントさせていただきたいと思います。よいしょ。今回こちらの虹の宝石なんですけれども、後ほど皆様のプレゼントボックスにお届けいたします。またですね、バージョン 10.0 で実装される海賊祭で活躍するキャラクターがピックアップされたレア仲間探しがですね、なんとこの動画の放送と同時に開催されております。今もう開催しております。このレア仲間探しでも、今回の動画の配信の記念としましてですね、10プラス1年無料の仲間探しが実施されております。ぜひですね、アプリプレイしていただいて、海賊祭で役立つキャラクター手に入れていただければと思います。この動画を見終わりましたら、ぜひゲーム内をチェックしてみていただければと思います。はい、ということで、
こちらの動画はこれで本当に以上となります。皆様お楽しみいただけたでしょうか。トレクル公式 Facebook でこの動画に関するアンケートがございますので、よければ感想であったりとか、今後動画でやってほしいこととか、またよしについての質問であるとか、何でも構いませんのでコメントいただければと思います。もちろんゲームに関するご意見もお待ちしております。ユーザーの皆様と一緒にこのワンピーストレジャークルーズというタイトルをもっともっとよくできればと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは長い時間お付き合いいただきありがとうございました。バイバーイ仲間。